なかなかこう理解しにくいんだけれども、当事者会とかに参加すると病気のことがスッと腑に落ちるみたいですね。はい、おはようございます。ワサヤメンタルクリニックの院長増田祐介です。本日は30代男性双極性障害というテーマでお話ししようと思います。ケーススタディですね。双極性障害の人がどんな形での人が多いのか、でどういう治療をしていってどんな形で治っていくのかということを、お話ししようかなと思います。はい、双極性障害っていうのはですね、人口のですね 1-2% くらいの人がかかる病気、発症する病気と言われていて、結構レアな疾患といえば疾患ですね。だからうつ病とかが人生の中で1割くらいの人がかかるとかですね言われてますし、発達障害の人は人口のね、グレーゾーンも含めると1割くらいが発達障害だとかあるし、トラウマの人ですね、トラウマの人も10% 近くあったりとかね、するとか言われている中、1-2% というのは結構レアかなと思います。統合失調症とかと同じようなイメージですね。はい、で遺伝的な要素も結構大きい、病気ですね。はい、で双極性障害っていうのはすごく元気な時のそう状態っていう時と、うつ病、うつ状態、うつ病と同じようなうつ状態をの期間、3から6ヶ月ぐらいかな、でそう、エピソードが1ヶ月ぐらいかな、イメージとしてはそれを繰り返すっていうのが双極性障害という病気です。はい、ということで、今回もケーススタディやってみましょう。例えばですね、この人名前決めてなかったですね。前回佐藤さんだったんで、鈴木さんとかにしますかね。はい、鈴木、A 子さんだったんで次は B 太郎さん、というふうにしますか。でですね、B 太郎さんはですね、2人兄弟のお兄ちゃんという感じですね。で妹が結婚しているという感じです。でお母さんがうつ病だったかもしれないなみたいな、通院してたかもしれないなみたいな、ふんわりした感じ。男の子なんでなんとなくお母さんの病気のことを意外と知らないみたいなね感じですね。であと語られてないっていうこともあったりしますよね。で親族にどうやら自殺者がいるっていうことは聞いている、けれどちょっとよくわからない、っていう感じですね。だからお母さんのおじさんとか、お母さんから見たおじさんとかが亡くなってたりするっていうのはなんとなく聞いたことがあるけれども、深くね、家族から聞いたことがないというような、家族数という感じですね。で超変だなと思ったのは大学生の時ですね。でなんか無気力な時があって、なんかボケーっとやってて、授業もギリギリ出てるというか、あと単位を落とすことがあったとか、人によっては留年してることがあったりとかして、だけどそうかと思ったらですね、結構いろんなことができたりとかして、バイトとかで活躍する時みたいなのがあって、天才肌というふうに言われてるって感じですね。だからお前変わったやつだなとか、お前すごいなとか言われたりとして、天才肌で、やらない時がすごくあるんだけど、やる時はやる男みたいな、イメージで、なんか時々性格が悪くなる時があるよねとか、時々意地悪な時があるよねとか言われていて、なんか KY とか言われたりして、なんか自分ってそうなのかなと思って、なんか自分って何なのかなってよくわからないなみたいな。でもなんかすごく優しいところもあったりとかして、なんかなんかモテるとかね、友達がなんかいるとか、だから嫌われたりすることも多くて、なんかよくわからんみたいな感じですね。自己像っていうのがよくわかんない感じで、そうこうしてるうちで、卒業した後には IT 職に就いていると。で IT 職で忙しくなっていって、うつ状態になる。だからいわゆる自分はうつ病なんじゃないかと思う。だけどうつ病なんじゃないかと思うんだけれども、なんとなく通院せずに過ごしていて、である時切れてすごく散財しちゃうんですね。自分でも変だなと思うぐらい、10万円のね、洋服とか、高いものを使ってしまう。だからこれまで貯めた貯金も全部使っちゃって、すごく自己嫌悪になる。でお酒の量も増えてしまって、なんか自殺を考えるようになる。そういう時にでもちょっと通院した方がいいとか、思って受診するという形ですね。はい、で
最初はうつ病として診断されて治療開始されるんだけれども、話をしていくうちに、まあ、躁うつ病と診断が変わる、もしくはですね、まあ、最初から躁うつ病と言われたりすることも結構あるという感じかな。はい、まあ、こうよくあるケースですね。でここで忙しくなりうつ状態っていうけれども、その前にね、自分から自分でアイデア出したりするんですよね。自分でアイデアを出して、なんかこうなんていうのかな、自分でこう企画とかしちゃって、で自分で仕事広げて収集躁状態の時ね、収集つかなくなるみたいな感じが結構多いですね。で、まあ、話を聞いてみるとですね、まあ、こういうエピソードをたどってるんですよね。で自分でもよく波が分かりにくいとか言うけれども、話を聞いてみるとよく分かる。で何にもない期間っていうのがあるんですよね。うつ病でもうつ状態でも躁状態でもないって期間が半年とか数年続いたりした後、突然ポッと出たりすることもあるので、まあなんかよく分からないということを言ったりします。はい。で薬物治療、双極性障害とかっていう病気はですね、難易性疾患といって脳の病気なんですよね。だからなのでしっかり薬を飲んだ方がいいです。で薬っていうのもそんな多くはなくて、リチウム、バルプロ酸、ラモトリギン、ラツーダ、オランザピン、クエチャピンとか、まあ、そんなものぐらいですね。メジャーなところはラツーダって何だっけ、ルラシドンか、ちょっと略語が分かんなかったですけど。で、リチウムはうつと躁に効く、うつ状態と躁状態に効く、バルプロ酸は躁状態に効く、ラモトリギンはうつに効く。だけど時々ですね、躁転する人がいたりとか、副作用として皮膚症状を出す人がいる、皮膚炎ですね。でラツーダとかは、うつに効く、躁にも効きますね。でオランザピンとかクエチャピンは両方に効くという感じですね。まあこれを、まあ、うまく組み合わせて、使ったりします。ただ躁うつ病の治療ってですね、こういうだからその全部をなくすっていうわけではなくて、うつ病巣がちょっと軽くなるってイメージなんですよね。だからこう波がこれぐらいあったのがこれぐらいに収まるっていうイメージだったりします。で躁状態を実感できなくなるので、なんか本人としては不本意だったり、病識が持てにくかったりとかしますね。ただやっぱりトラブルを起こしたくないし、周りの人を傷つけたくないし、周りの人と仲良く過ごしたいということなので、こういう病気なんだよって言ったりとかですね、周囲の人に理解してもらう、そして周囲の人に自分を監視してもらうというのが大事で、まあ彼女とか奥さんにですね、自分はこうなんだよって言ってですね、奥さんは最初ね、疑心暗鬼なんですよね。あんた本当にそうなのとか、躁うつ病なのとか、何なのとかね、あなたの自分の性格で言ってるんじゃないと、あなたの性格でしょとか言われたりするんだけど、いやいやうんとか言ったりして、まあ、理解してもらって、良き支援者になってもらうように努力するって感じですね。躁うつ病の人って離婚が結構多いんですけれども、それもなんかまあ話しますね。診察の中で多くなりがちなんで、できるだけ誠意を出すとか、ね、調子がいい時、こういう フラットな時とかにですね、ポイントを稼いでおくっていうことも大事だし、理解を、ね、してもらうと大事ですよみたいなことを言ったりします。でなかなかこう理解しにくいんだけれども、当事者会とかに参加すると結構病気のことがスッと腑に落ちるみたいですね。だからいくら知識として知っていても、なんかやっぱりこうよくわからない、躁うつ病っていうのはわからないんだけれども、普段接していた人が突然多弁になったりとか、突然ひょうきんになったりとかね、するのを間近で見てるとやっぱりわかるみたいです。だから当事者会とかに定期的に行ったりとかするとですね、で自分か彼らの当事者の同じようなエピソードを聞いたりすると、あ、自分もこういうことなんだなっていうのが分かるようですね。松浦さんのですね、双極働くラボっていうところがあるんですけども、YouTube もやってらっしゃるんですけども、この間コラボした時にそういう話を、松浦さん自身も当事者なんですけどもされていて、あ、なるほどなと思いましたね。で僕ら精神科医っていうのは、まあたくさん見てるんですよ。同じ、たくさんですね、精神疾患を見ているし、いろんなその脳のですね、あ、本当に人間って脳で動いてるんだなとか、脳病なんだなってことが分かるんですけれども、やはり一般の人っていうのは会ったことがないし、会ったとしても見えてなかったりすると思いますね。で本当に激しいものとかは入院しちゃっているので 見る機会ないと思いますし、だから 1,2% とレアな人たちなので、
なかなか出会うことがないんですけれども、まあ、こういう当事者会とかを利用してもらうとね、まあ、直接会えますし、直接会うっていうのはやはり百聞は一見にしかずというかことなので、スッとですね理解して、人間理解、自己理解がカッと深まったりもしますので、まあおすすめかなと思います。はい。でまあ飲んで落ち着いてきたとしても、再発率が高いので、双極性障害っていうのは8割9割再発するので、5年以内に、何かしらの薬を飲みながら再発予防のために飲んでくださいということになります。飲んでいると抑えられますからね。はい。ということです。まあ、こんな、こういうのが、まあ、双極性障害の治療イメージですね。はい。ということで、今回は30代男性双極性障害という、テーマで、まあ、ケーススタディを行いました。はい。以上でこの動画を終わります。もしこの動画を見て良いと思ってくれた方は、グッドボタンをチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。